はい、どうもこっちゃんでございます。今回はですね、後で別撮りでこうやって喋っております。この時はですね、昨年の秋だったんで、その頃はまだドライブ中にベラベラ喋るような撮影スタイルじゃなかったんで、一旦ちょっとこんな感じで、やろうと思います。さあ、ここからですね、なんだ、こう実はですね、茨城県の筑波山の朝日峠展望台、展望公園かまで行こうとしてる感じなんですけども、これはあれかな、茨城県道138号線から今フルーツラインの方に、左折しましてですね、いよいよ朝日峠までの、ワインディング道路ロードをね、楽しみにたいというところで、多分この時はワクワクしてると思います。で、今回乗ってるのはですね、 CHR の 1.2 リッターターボのガソリンモーターなんですね。これがですね、もう今もそうなんですけど、本当あの近くのカレコに CHR の 1.2 リッターターボが導入されてからですね、本当好きで、なんかあれなんですよ、気持ちいいんですよね、この 1.2 リッターターボの加速感っていうか、なんかね、それとまあこの SUV のね、かっこいい、フォルムは何でしょうね、すごくマッチしてるというか、お、なんか動画的にはもうすでにグネグネに入ってきましたけども、ちょっとね、CHR の魅力を語らせていただくとね、本当ね、あのね、僕はハイブリッドモデルと 1.2 リッターターボモデル、どっちも乗ったことあるんですけど、個人的にはハイブリッドモデルより 1.2 リッターターボの方が大好きですね。なんかあのノーマルモードでね、あの走るとそんなになんかやっぱりなんかとろいなっていう感じはするんですけど、まあいつもですね、メニューから辿ってね、あの残念ながらボタン式じゃないと奥深くメニュー辿って、走行モードはあのノーマルからスポーツに切り替えるんですけど、スポーツになった途端この車すごいんですよね。あのターボが効いてる、低速から効いてるっていうのはすごくわかるというか、あのグイグイ加速するんですよこの車。いや、これがねたまんなくてですね、あの本当にまあ低速トルクなんでね、本当街乗りには本当最適だなっていう風に感じるんですよね。だからね、まあもう最近あれですよね、カーシェア今まで結構デミオとかが多かったんですけどね、あの近くに CHR はなぜか大量導入されたんですけど、それがあってから僕ずっと CHR ですね。まあ最近ね、中古車ちょっと買っちゃったんでね、あの乗る機会は減ってはいるんですけど、それでもなんかたまにその CHR の 1.2 リッターターボのこのトルクの強い感じ、あの加速感がちょっと味わいたくなって、今もあのカレコでカーシェア支度してたりはするんですけどね。いやーね、それぐらいねあれなんですよ、この車もあの常用域というか、本当にまあ30キロからね60キロの間の、なんていうんですかね、一般道速度領域はね、ほんと気持ちいいんですよねこの車ね。 1.2 リッターターボモデルはね、あのカローラスポーツのガソリン車も 1.2 リッターターボモデルだと思うんですけども、あっちもね、あっちはあの全然いいんですけどね、あのなんだろうな、まああれか、カーシェアで入ってるから、よく乗るからっていうのもあるのかな。あのこの CHR のね 1.2 リッターはいいんですよ、これ楽しくてね。でね、しかもね、この CHR あたりから TNGA になったじゃないですか、あの、ね、新しい秋プラットフォームになって、で、ね、すごくね、CHR はね、あのハイブリッドモデルもそうですけど、ハンドルフィールがね、いいんでね、いや、もうあれなんですよね、これ、ね、映像見てるだけでいいですね、これね。この動画なんでこれ編集しないでお蔵入りにしてたんだろう、お蔵入りというか放置にしてたんだろうな、もったいないよなこれな。いやー、秋のね筑波さん、
ちょっとね、あんまりね、攻めちゃうと怒られちゃうとね、割と安全運転で、走ってますけど、これ何時ぐらいだったっけな、これ。結構夕方何時かなったかな。どうだったかな。夕方だったかな。うん。いや、ちょうどね、夕日が差し込もうとしてるような感じで、あれですか。お、あ、もうフルーツライン終わっちゃった意外と話してるとやっぱあっという間ですね。あ、もう朝日峠ついちゃいますね、駐車場ね。皆さん、まあね、茨城界隈にドライブ来られる方はおなじみの駐車場ですかね。あの駐車場に、まあ、まずはこの動画に関しては、到着するまでの模様をお届けするって感じですね。いやーね、この CHR でまたね、峠とか行きたいですね。このね、コロナのね、情勢がね、どうなるかね、ちょっとわかんないんですけどね。皆さん、一応、なんか、外出自粛とかなってますけど、どうなんですかね、皆さん、ドライブされてるんでしょうか、皆さん。されてる方はコメント欄にお寄せください。結構ね、意外とこの僕の動画ね、割と走行シーンが長いせいかね、なんかね、仮想ドライブとして、見ていただいてるリスナーの方も多いんでね、本当ね、ありがとうございます。さあ、そんなこと言ってるともう終わりですね。朝日峠。おね、車の皆さん、大先輩方がお集まりで。いや、羨ましい車ばっかりですけどね。いいな、皆さん。僕なんかね、安い車しかね、買えてないんで、まだね。すごい、音がすごいエンジン。じゃあ、そんなわけで。CHR 上り峠編でした。